野田醤油銀行は、かつて、千葉県野田市にあった銀行、並びに、その運営株式会社。近代化産業遺産野田醤油銀行1899年、モテギ経済郎が発起し、1900年7月10日、モテギを中心とした、野田の醤油醸造業者らによって発行株式5000株、資本金25万円で設立。各醤油製造家が、 それぞれの醤油仕込み高に比例して、資本金を払い込み、キッコーマンの創業家八屋である高梨、モテギ一族が3715株を出資した、ことから、事実上のキッコーマン醤油銀行である。また、銀行名の醤油も醤油にちなんで名付けられた。株主も融資先も醤油の関係者が中心だったが、小規模ながらも堅実経営に徹し、 1901年の金融強行も乗り越え、1910年頃には、千葉県内の銀行の中では大手に成長した。太平洋戦争中の1944年6月1日に、当時の政策で、千葉銀行と営業権を譲渡させられた。同年7月7日には、合名会社先週者と合併、株式会社先週者に改装を行った。 野田所有銀行の建物は、千葉銀行に営業権の譲渡後は、千葉銀行の出支店となる。建物は、その後使用されなくなるが、1970年キッコーマン、創業家一族の資産管理会社である、千秋社の所有になり、近代化産業遺産に認定されている。高梨、茂木一族の出資、役職、キッコーマンの創業家八屋である高梨、 モテギ一族以外では、木の枝醤油の山下家からも、唯一役員が出ていたが、山下家は1905年以降は、取締役を出さず、1905年以降の役員は、高野市、モテギ一族が占めた。ありがとうございます。